なんか、手あげ、アップして、私ここにいますね、歩いている。これすごい好き。なんか、日本の伝統ね。子供たちの姿に感動しているのは、ロシア人のローマンさん。岡山県に住んでいて、趣味はバイク。ヘルメットにつけたカメラで撮影した動画をネットで公開していて、外国人から見た日本の交通事情が見られると話題になっています。見て、歩道の中運転しています。地元のならず者もパフォーマンスしている。早いな。やばい、バラライ、怖い。なんでそんなに早い。承認しない。交通ルールやマナーを守らない人をならず者、賛成できないことを承認しないなどと独特の言葉で表現。近いよ、やめてください。おい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 、何をしているの。怖い怖い。おお、見て、キロセン踏んで、お、赤信号で全然仲良くしない。恥知らずならず者だよ。日本の道路でたびたび怖い目に遭うローマンさんですが、運転中心が温かくなる瞬間があると言います。それは日本で当たり前のように目にする光景でした。はい、もちろん外人寝かせます。おお、見ました。お辞儀しました。すごいな。お、ハザードもありがとうもらった。おお、見て、今デリカさん、トラックさん行かせました。すごいな。優しさの連鎖反応始まったね。仕事とか勉強とかちょっと問題あったらよく考える。でも優しいドライバー見て、じゃあよかったね。誰もルールがないんだけど、でもちょっと待っているね。見て、日本人に染み今付いデてリいカるさん、感謝トラックと譲さり合いん行のかマせナーましがた。す外ごい国人な、の優心しを動かしていさ。ました。